長谷川豊の本気論本音論チャンネル。こんにちは長谷川豊です。さあえっと今日はですねちょっと本当に本当にもう,もう個人的に全く許すことのできない話を取り上げたいというふうに思うんです。えー、現段階ではほとんど報じられてないんですけど、その後どこかで報じられるかもしれないですけれども今の段階では報じられてないです。で、えー、ちょっと見ていただきたいんですがこちら。 宇都宮の動物園でこれはもう絶対許せないなと思うんですけどあのー、サイバーエージェント社っていうところがやってるアメーバブログっていうのがあるんですよ僕も夢の日を超えていこうっていうブログをやってるんですけれどもあのー、その中に宇都宮動物園飼育員のブログっていうですね、あのー、楽しく学ぼう宇都宮動物園みたいな宇都宮動物園っていう動物園がきっとあるんだと思うんです僕行ったことないんですけど。で 動物からの愛を感じて今日も笑顔で頑張りましょうってすごいね優しい温かい感じのヘッダーですよね。でここにねこれね4月27日なんですけど「許さない」っていうタイトルのブログがアップされてたんですよ。僕ももっと早くちゃんとね見つけりゃよかったんですけどねこれ要はゴールデンウィークに入ろうかっていうねところでおそらくアップされてるんですよね。でこのの4月27日の 19時55分ごろ、夜7時55分ですよ。飼育員用の出入り口に子犬が捨てられてました。宇都宮の動物園の飼育員の入り口にね、ちょっとご覧いただきますわ。なんだこれこれダボールじゃないですかありえなくないですか。汚い段ボールの中にこれ何匹入ってると思います。ゴールデンレトリバーですこれ。ゴールデンですよ。 もうねショックを受けたあの宇都宮動物園の飼育員の方々が許せないって言って今はこの子たちの心と命に寄り添いもう一度人間を信じてもらえるチャンスを待ちたいと思いますもうね心から謝罪してるわけです人間としてでも信じてもらいたいというね宇都宮動物園の飼育員の方々がねこうやって写真アップしてるんですけど。 ご存知じゃない方もこの YouTube チャンネルを見てる方には少なくないと思うんですけど僕はですね3年前の2016年の3月までですね13年9ヶ月、えー、ゴールデンレトリバーの子を、えー、飼っていましたもう飼っていたっていう言葉がね嫌になるぐらい僕にとっては本当に家族同然でカインという女の子で本当にカインド優しいから取ったんですけれども 本当に僕たちにとっては大切な家族でした13年9ヶ月最後はすっかりおばあちゃんになってねあの一緒にニューヨークに行って一緒にニューヨークから帰ってきて、うん、もう雨の日も風の日もですね1日3回ずつ散歩家の中ではあの子はもしつけがすごいちゃんとしてたのできっちりもう絶対トイレしなかったのでねあの一緒に散歩してました本当にゴールデンレトリバーっていう犬はですね体大大きいんんでですす型犬なんですけれども とても優しい子で、もう大好きな大,大好きな犬種の子です。僕はあの犬も猫もね。みんな好きですけれども、もゴールデンの子がですよ。こんな小さなですよ。こんな小さな子達がね。こんな汚い段ボールに入れられてでペロッとこう。お情け程度にドッグフードが置かれているわけです。何やってんだって話ですよ。絶対ごめん。許しちゃいけない。 絶対許しちゃいいけないと思ってるんですよね日本維新の会と大阪維新の会は動物の保護と子犬たちや子猫たちはじめとしてですね小動物たちの殺処分というものに対して真っ向からノーと言っているもう党を挙げて明確にノーというメッセージを出して事実として動いている唯一の政党です。 例えば自民さんとかね、殺処分はいけませんよね、ゼロニーっていうのをもう何十年も前から適当なこと言ってんですけど、1ミリも動いてないわけです。でも、大阪の方では、大阪維新の会が与党ですから、もう殺処分でも絶対にいけないんだっていう、特に松井一郎元府知事、今、市長がですね、あのまあ、猫をずっと飼っているものですから、かなり真剣に小動物の殺処分というものに対して、えー、アクションを起こしている、唯一ともいえる政党なんですよね。 僕はブロックウィンドウ効果っていうのをよくコラムで書いているんですけれども割れ窓理論っていうふうにも言うんですけどね、えー、1980年代1989年から始まるんですけどニューヨークで窓をバーンって割ったり壁に落書きするこれに対してかなりの厳罰を期すようにしたんですすると圧倒的に治安の改善が見られたんですね。 入り口の段階気軽な段階で止めるっていうのはものすごく治安の改善に効果があるというふうに世界的にもこれ論に立てられて証明されているんですけれども僕この小動物っていう抵抗できないさらに文句を言葉で言ってこないそういう存在に対して残虐的な行為ひどい愛情を注がない行為っていうのは僕は人間として許しちゃいけないと思ってるんですよ。人間じゃなくててペットを捨るのは 息つまり物を捨てると一緒っていう今法律があるんですけどふざけんなだと思うんですけ家族っすよ命ですよ物捨ててるって何だよその法律はっていう,もうこの法律はね国会行ったら何があっても止めたいんですよね物じゃねえしっていうね家族でしょって命でしょってこういうことを本当に心優しい宇都宮動物園のね 日本で一番アットホームな動物園を目指しますと言っているねそういう人たちの前にこんな汚い段ボールでボーンと置いてきるよくこんな神経の人間いるなと出てこいと言いたくなりますよね。僕はこういう人間を厳罰に処すべきだというふうに思ってるんですけれどもちょっと怒ってしまいましたけれどもねもう腹立たしかったんで特にゴールデンだったんでゴールデンレトリバーの優しさ知ってるんでねちょっと冷静にいられなくて皆さんはどのようにお考えでしょうか。ペットの殺処分に対して日本では ものとしてて扱われてますこの現状についてどう思うでしょうか長谷川豊の「本気論本音論チャンネル」私長谷川豊が本気で本音でズバッとせそうに切り込みますお楽しみに